どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっとねいつもと画質がね違うかと思うんですけども、今回ですねちょっと今ソニーのカメラを修理に出してて、で GoPro でね一回撮ったんですけど、ちょっとねあまりも見れる映像じゃなくて、ちょっと室内なんでね。で今はね iMac の M1 Mac を、まあ、先日購入したんですけど、こちらのカメラにちょっと撮ってますんで、今までよりですねちょっと見づらいかもしれないんですけど、ちょっとねしばらくの間ご了承いただければなと思います。で今回ですねこちらのクレジットカードがとうとう届きました。はい、ちょっとね先ほど GoPro でね、開封動画作ったんですけど、こちらでいいかな、はい、そちらボツになってしまったんでもう開けちゃってるんですけども、後ろもね開いてるんですけども、今回ねアメリカンエキスプレスのビジネスゴールドクレジットカードですね、こちら到着しましたので、こちらをね皆さんにお見せしたいなと思っておりまして、動画撮っております。でね今回ですねこういった感じで箱なんですよ。アメリカンエキスプレスのねクレジットカードを発行された方ね知ってると思うんですけども、アメリカンエキスプレスのねクレジットカードって発行すると分厚めの封筒で、まあ、本人限定便でね、まあ、これとこっちが一緒なんですけども、本人限定便で届くんですけども、封筒なんですよね。で今回ね金属製になったということで、おそらくねその影響でこの箱になったと思うんですよね。これはねちょっとねクレジットカード発行している人からすると結構嬉しいと思います。私もねこれ受け取ってびっくりしたんですよね、箱できてると思ってね、そんな感じになってるんですよね。でちょっと中ね開けていきたいなと思うんですけど、中はねこういった感じでこうか、はい、書類が、入ってる感じになってまして、これがねガガッとこういった感じでね個人情報だけ外してこういった感じでね入ってるんですよね。いやいいですよね、はい、これもかっこいいですよね。これこうか、はい、かっこいいですよね。でこちら開けるとねクレジットカードが入ってるっていった形で、あとね書類等々もね一緒に入ってるんですよね。はい、ということでクレジットカードねお見せしましょう。いやね全部細かくね開封取ったんですけど、あまりも画面暗すぎてボツになりましたということで今回ねこれテイク3目ですまあそれちょっと皆さんには関係ないことなんで、ちょっと話は置いといて、こちらです。どうでしょうか。いやーかっこいいですよね。どうでしょうか。こちらが新しいねアメリカンエキスプレスのゴールド、アメリカンエキスプレスのビジネスゴールドクレジットカードですね。こちら金属製になっております。これねわかんないんですよこれね持ってる本、私ね持ってる感じとしてはねすごいわかるんですよ。あの普通のクレジットカードよね間違いなく重いんで、あの金属製っていうのはすごいわかるんですけど、これね見た目とかね音とかじゃちょっとわかんないと思う。ちょっと後で落としたりしようと思うんですけど、まあこういった感じのねカードになってるんですよ。いやでもねこれねめちゃくちゃかっこいいです。めちゃくちゃかっこいい。ちょっとねカメラだとなかなかね映んないと思うんですけども、これねかなりねこのゴールドの色が濃いんですよね。かなり濃いですんでね、かなりかっこいいです。ということでこんな感じのね、剣面になってるんですよ。でこのね今止めているちょっとなんか余計な部分変わっちゃってまあいいか、ここがですね、フリックマークと有効期限で、ここにね、名前等々が入ってるっていう感じですね。デザインはね前と変わってないと思います。で裏面なんですけども、裏面はねこんな感じになっておりまして、カード番号がここか、ここに入ってまして、で有効期限がこれに入っていると。でねこのカード番号もですね、あのこのクレジットカードのね表面自体はあのザラザラしてる感じなんですよね、まあ、印字されてるっていう感じで、でこのカードのねところも印字されてるっていう感じで、ちょっとですけどねボコボコしてる感じなんですよね、まあ、これもねちょっとこれは番号なんでねお見せできないんですけども、いやねこれはね結構かっこいいね、あの凹凸になっておりますんで、これも結構いい点ですかね。まあざっとこんな感じのね、デザインといった形になります。ここにもねこっちかフリックマークがねついていますね。はい、こんな感じのカードになっております。ではですね次にこれ新しいねビジネスアメリカンエクスペリスのビジネスゴールドで、こちらがですね古いやつです。古い方、はい、ですんでこちらが前のバージョンのやつですね。どうでしょうか。これね分かんないですよね。
見た感じだと多分分かんないと思います。うん、ですけどもやっぱりねこっちのカードの方がね金属製ということで重いっていった形になるんですよね。ですね、こうやってね一緒にするとねそんなに違いがね分かんないですかね。持ってると分かる感じですかね。で色味がね先ほども言った通りねこっちの方がねあの新しいねカードの方が濃い感じになるんで、これねカメラだと多分伝わんないと思うんですよね。そういった感じのねクレジットカードになっております。それは次にねこの金属製と一応ねプラスチック製ということで音はね違うのかなと思いますよね。ちょっとやってみましょうかね。ではこちら金属製ちょっと落としてみます。次プラスチック前のカードですね。ちょっと違います。わかんないかな、これどうだろうな。うん、ここ直で聞いてるとねちょっとこの金属製の新しいクレジットカードの方が、まあ、音が大きい感じ、音が大きい、うん、あでこの横とかでねこんな感じで落としたらなんか金属っぽい。そうでもないかもしれない。こっちのねこれ古い方の前のやつだと、まあ、ちょっと薄っぺらいんでねなんかそんなに大きい音もねならない感じですかね。うん、なんかプラスチックの音っていう感じなんですけど、まあ、こちらね新しいカードだとちょっとね音が大きく、また、まあ、金属っぽい音がするかってやると、まあ、正直そうでもない気がしますね。こうやって叩いてもねさっきも、まあ、これがねプラチナカードとどうかっていうのはちょっと私はねプラチナカード持ってないんでちょっと分かんないんですけども、手に触った感じは金属製かなっていうのは分かるし、あの見た目もねあのビカビカしてる感じでかなりかっこいいんですけど、これがちょっとお伝えできるかっていうのはちょっと難しいところですかね。まあでもね個人的にはねかなり、満足のクレジットカードというふうになっております。いやこれねでもかっこいいことはめちゃくちゃかっこいいですね。それではですね今回ね私発行させていただいたんですけども、まあ、前回ですねちょっとあのクレジットカードのね基本スペック的なのねほとんど、紹介いたしましたので、まあ、今回ですね簡単におさらいしておきたいなと思うんですけども、こちらのねアメリカンエクスプレスの、ビジネスゴールドクレジットカードですね、こちらは年会費が33,000プラス税金ということで、まあ、結構ね年会費高いクレジットカードというふうになります。まあでもねあのすごいねこれがいいんですよみたいな特典はね正直ね何かあるかな。海外旅行時の、ね、手荷物扱い往復1個ね無料で利用できるところですかね。それが他のクレジットカードとよりちょっと優れているっていう感じですかね。還元率は 1% 還元ということで、アメリカンエクスプレスのクレジットカードなんで基本的にキャンペーンはねすごいんですよ。こちら営業担当経由で入会すると年会費は33,000かかるんですけども、年間200万円、これも前回の詳しくやってるんで詳しく見たい方はそっち見ていただきたいんですけども、10万ポイントとかね獲得できますし、またね既存のウェブ紹介っていう、まあ私みたいにね持ってる人から紹介してもらって入会するとこちら33,000かかるじゃないですか年会費。これねかかんないんですよ初年度っていう、このウェブ紹介の特典っていうのもねあるんですよね。もちろんあの去年度年会費無料になってプラスいくら使うとちょっとポイントもらえますみたいなね、まあそんな感じでねやっておりますので、まあ今回ねあのアメリカンエクスプレスのビジネスゴールドね、あの金属製っていうことになりましたけども、まあこれを機会にね初年度年会費無料だから入りたいっていう方もね結構いらっしゃるかと思いますので、もしねこれ手にしたい方はですね初年度年会費無料でもね発行することできますんで、結構おすすめというふうになります。で私なんですけども、私はですね2020年にこちらね持ってましたので残念ながら年会費かかっておりますということで、今回ねこの金属製のカードをね、ちょっと手にしたいなっていうのと、まあ、ちょっと皆さんにねお見せしたいなっていう感じで、発行させていただいたっていった形になります。ということで今回ですねちょっと簡単な動画になってしまったんですけども、アメリカンエクスプレスのゴールドビジネスカードですね、こちらが、金属製になったということで皆さんにねお見せさせていただきました。かなりかっこいいんで金属製のカードをゲットするためだけにね発行される方も私みたいにねいらっしゃると思いますね。はい、かなりかっこいいです。でこの分かりますかね、このギラギラ感、ちょっと今照明に当たってギラギラしてますけど、この感じもね本当に前のカードよりこのねゴールドの部分がかなり濃くなってるんでかなりかっこいいです。
これね、お財布に入れておきたいっていう人ね、いらっしゃるんじゃないですかね。まあ、完全に個人的見解ですけども、私はちょっとそう思ったりしておりますんで、今回アメリカンエキスプレスのビジネスゴールドカードだけ金属製ということで、個人カードあるじゃないですか、こっちの方はですね、アメリカンエキスプレスの営業担当の方の話ではですね、今のところ個人カードを金属製になるっていう話はね、今のところないそうなんですよね。一応このビジネスだけの特典みたいな感じで今捉えてるみたいなので、まあ、いつかね変わるかもしれないんですけども、現時点ではまあそういった感じっていう風になりますんで、だからこのゴールドの金属製をねゲットするにはですね、ビジネスカードじゃないとね、この金属製っていうのは味わえないっていう風になっておりますんで、これもね一つのね特典っていう感じですよね。いやでもね本当にかなりかっこいいっていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね手にしてみていただければなと思います。ということで今回の動画ね、ちょっと簡単な動画になってしまいましたけども、こんな感じで終わりたいというふうに思います。ちょっとねカメラはいつもと違って見づらい部分があったと思うんですけども、ちょっとねしばらくの間カメラ修理しておりますんで、我慢ねしていただければなというふうに思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。